多くの人々はどういうわけか、中世の城での生活はご馳走や美しい衣装の領主や女性たちの姿を想像し、ロマンチックなものであったと思いがちです。まあ宮廷の道化師などの姿も頭に思い浮かびますよね。確かに映画やテレビ番組やコマーシャルからこのような印象を受けていることは確かです。だったら中世の生活が自分の頭の中で描いていた魅力的なものとはかけ離れたものであったことを知った時の私のショックを想像できますよね。まず城の内部は旅行のパンフレットで見られるような壮大で素晴らしい構造のものではありません。中世の城に足を踏み入れて直面するのはめまいがするような狭い通路、息が詰まるような煙たい炎、憂鬱で暗い部屋などなど。でもそれはまだマシな方。では心の準備は良いですか？まだこんなの序の口ですからね。まず城内は凍ってしまうほど寒かったのです。まあそれは当然ですよね。結局のところ快適な生活を送るために建てられたのではなく、敵から身を守るために建てられたのですから。そのために建築者は至るところに巨大な石造りの要塞を建設していたのです。暑い夏の日でさえ石というものはあまり熱くはならないというのはご存知でしょうか。その上安全のために城の窓は小さくて狭く、多くの日光が入らないようになっていたのです。これらの事実をまとめると、巨大な石の箱の内部に凍ってしまうほど寒い部屋が作られていたということが想像できるはず。そして領主や夫人や家族はおそらく自分たちの部屋を温めるための暖炉を持っていたはずですが、使用人たちは城の最も深く寒い場所で閉じ込められていたのです。その結果多くの人々は常に病気がちでなかなか回復できなかったようですよ。そして城にはプライバシーがありませんでした。ですから大勢の人と一緒であることが苦手な人にとっては相当の苦痛だったはず。城は外からだと近づきがたいものに見えても、内部は文字通りほとんどの部分が大きくて広い一つのスペースだったのです。まあ正確に言えば領主や夫人たちは眠ったり食事をしたり服を着たりするための自分たちの部屋を持っていました。でも他の恵まれていない人たちは一日中他の人たちと一緒に過ごさなければならなかったのです。常に周りには人がいたのです。自分の部屋に引きこもって人生について考えることなどできなかったということです。トイレでも一人になることはできませんでした。まあこの厄介な問題に触れてしまったので、これは最もショッキングな発見であったと言っておきましょう。まず中世のトイレというのは実際には多数の穴が開いている長い木製のベンチだったということ。まあ想像できると思いますけど、壁も仕切りもなしということですので、自分が用を足している時には常に他にも人がいたということになります。それに加えて不要物はすべて単に大きな汚水ために垂れ流しになっていたのです。とにかく現代の人々にとってはひどいと思われることも、おそらく当時は普通のことだと考えられていたはずです。中世ではプライバシーや衛生の観念は今日とは全く異なる基準を持っていました。そして汚水ための中の不要物はものすごい悪臭の原因になってしまい、そのことにより城中はものすごく臭かったのです。考えてみてください。当時ほとんどの人は衛生状態を気にせず、時々風呂に入る余裕さえありませんでした。バスタブや真水は身分の高い人のみが使えるもの、それに誰もトイレの下にある巨大な汚水溜めを掃除するつもりなどありませんでした。だから城の住民たちは悪臭に慣れて生活しなければならなかったのです。それに加えて普通の城には通常100人以上の住人がいたので、人付き合いが得意な人用といったところでしょうか。まあほとんどの住民には選択すらなかったということですが、ではなぜそんなに多くの人々が城に住んでいたのでしょう。まあそれには簡単な理由があります。巨大な城中で全ての火事に対処するためにはどれくらいの数の使用人が必要だったかを想像してみればわかるはず。その上領主の家族の世話をする人々も必要でした。その結果使用人とその家族の人たちは
過密状態の場所に住んでいて、所有物のほとんどを共有していたのです。その上、悲しいことに、自分たちの住居をものすごく不快な隣人と共有しなければなりませんでした。隣人とは、暗くて寒く湿った空間を好むネズミのことです。もし自分が城の住人だったら、常にネズミと一緒に暮らしていたということ。当時の人々だったら、これらの有害動物に慣れて無視していたと思うかもしれませんが、そういうわけではありませんでした。中世の人々も現代人と同様、ネズミを恐れ嫌っていたのです。当時の光源は日光によるものがほとんどだったので、中世の城では日の出に目を覚まし、外で働いた人々はそれを最大限に利用しようとしていました。でもほとんどの城の使用人は、日が昇る前に起きて朝食を調理するために、台所で火を起こすための時間が必要だったのです。ですので、夜型の人にとっては、自分が王室や貴族の一員でない限り、中世ではすごく大変だったはずです。そしてその場合、自分の一日はかなり違ったことでしょう。領主と夫人は寝たいだけ眠ることができました。そうでない場合は、明け方に目を覚まし、ミサを聞いて、朝食に白パンとワインを飲むという感じです。それから領主はビジネス会合をし、夫人は刺繍を楽しみます。城内に客がいない場合には、午前10時頃に6種類ほどの料理が含まれた昼食が用意されます。昼食後は狩猟やチェスをするなどの娯楽の時間、そして午後遅くに領主の家族と客は夕食を取りながら、旅する吟遊詩人の話を聞き、会話をします。そして領主が寝ることを告げた途端、それは家族全員の就寝時間を意味していました。でも寝る前に領主は風呂に入るかもしれません。ここで重要なのは、中世の人々は滅多に風呂に入らなかったということ。それは入浴を嫌ったからではなく、それが難行だったからです。まず、きれいな水を見つけるのは大変なことでした。第2に、入浴するためにはバスタブが必要であり、それは簡単に手に入るものではなかったのです。通常、城の住民は大きな木の浴槽を1日1回別の部屋に引きずり込んで風呂に入っていました。お分かりの通り、それは衛生的ではなく、プライバシーも全くありません。そのような状況にあっても、自分をきれいにする機会があれば、単純な人々は大喜びしていたのです。ごちそうは山ほどあり、頻繁に用意されていました。食事は大きなホールで行われ、身分によって座る位置が定められていました。客の食事の選択肢も、その人の重要さによって決められていました。例えば、領主の家族と VIP の客は、絶妙な香辛料で味付けされたグルメ料理を楽しむことができましたが、それほど重要でない客は、テーブルの上座から離れたところに座らされ、美味しくお腹いっぱい食べられたことは確かですが、料理自体ははるかに単純なものだったようです。でも見てください。夕食は終わり、床は残り物や食べ物の油やゴミで覆われています。もう本当にこの人たちはテーブルマナーについて何も知らないようです。でも清潔そうな印象を与える方法はよく知っていたようです。彼らは床をハーブとヨシで覆い、油と液体を吸収させていました。その後、使用人はそれを一掃した後、新しいイグサと交換するのです。ちなみにこれらのハーブは天然の芳香剤の役割も果たしていたので、城内の悪臭を抑える効果もあったようです。皆さんが中世の城に住んでいたとしたら、一番慣れるのに大変なのは何だと思いますか？以下のコメント欄で教えてください。この動画を高評価して友達とシェアし、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そうすればこれからもすぐにブライトサイドにたどり着けるはずです。